セビリアメトロは、スペインアンダルシア州、セビリア県、セビリアを中心とするセビリア都市圏で運行されているメトロ。セビリア地下鉄とも、延長距離は1 8キロメートル。他の鉄道と接続せず、完全に独立した路線である。全駅にホームドアが設置されている。マドリード、バルセロナ、バレンシア、ビルバオ、パルマに続いて、スペインで6番目に建設されたメトロである。 2012年の年間乗客数は約1400万人であり、スペインで5番目に多い乗客数を持つメトロである。当初の計画1970年代には3路線を有してセビリア市内で完結する地下鉄の建設計画があり、1974年に建設が開始されていくつかのトンネル工事が始まったが、 歴史的建造物に被害を与える恐れがあるとして1983年に計画が中断された。予測より人口増加が鈍かったセビリアにおける地下鉄の経済性にも疑問符が付けられていた。1999年、セビリア市長によって設立されたセビリアメトロ会社によって新たなメトロの建設計画が策定された。 2006年に1号線の建設工事が完了する予定だったが、1号線の開業は2009年4月2日まで遅れた。この計画では、セビリア市とセビリア都市圏を4路線でカバーし、すべての路線が他の交通機関から独立している。2014年時点の路線図セビリアメトロでは、カフェ社製のアーボス2を計1 7編成使用している。アーボスには、 全長31メートル、全幅2650ミリメートル、全高3300ミリメートルであり、両側に6つの扉を持つ。定員は1編成あたり192人であり、座席数は60席である。空調を備えており、架線から750ボルトの電圧を得る。ありがとうございます。